夜間は古典落語の演目の一つ。原話は明和9年に刊行されたかの子もちの一辺である夜間。主な演者には初代三遊亭窓かゆう三代目三遊亭金馬などがいる。特に金馬は演者自身見事な夜間頭だったこともあり多くの人に親しまれた。前半部分だけを抜き出し魚根門として演じられることもある。江戸時代の夜間。 広重、東海道五十三時、袋井岩田の隠居が、お茶を飲んでいると、そこへ八五郎がやってくる。おう、現れたな、ぐしゃ、へえ、まあ、あがれぐしゃ。お茶でもどうだぐしゃ、な、なんですか。その、ぐしゃぐしゃっていうのは、ぬかるみを歩いているんじゃないんですから、ああ、ぐしゃとは、愚か者のことだ、ぐしゃ、愚か者、そうですか。俺はそんなこととは気づかず返事しちゃった。 家賃となった八五郎。どうしてやろうかと考え込み、あるアイディアが。隠居は何でも知っているんですね。その通りだ。神羅万象、神社仏閣、この世に知らぬものはない。そうですか。じゃあ聞きますがね、のっぴきらない状況に追い込み、八五郎の逆襲が始まった。まずは、お魚の由来で小手調べ。じゃあ、魚の名前なんかどうです まずは、マグロ、真っ黒だからマクロだ。こっちは、こっちへ泳いでくるからこっちだ。向こうへ行くこともあるでしょお前が向こうに回れば、こっちになる。じゃあ、ヒラメは、平たいところに目がついてるからヒラメだ。つまんないこと聞いちゃったな。じゃあ、カレーは、カレーライスなんて言ったら怒りますよ。うーん、あれは、ヒラメの家来でカレーをしている、うなぎは、昔は、ぬるぬるしていたので、 ぬると言った。ある時、うがぬるを飲み込んで、大きいので全部飲めず、四苦八苦。へえ、うが難儀したから、う、難儀、う、難儀、う難儀でうなぎだ。うーん。じゃあ、イワシはイワシは、ゲウオと言われるが、あれで魚仲間ではなかなか勢力がある。だから、イワシが魚たちの名付け親になったんだ。ですから、そのイワシ自身は、誰が名付けたんですかうーん。 他の魚が名をもらった例に来て、ところで、あなたの名は、と尋ねられて、わしのことは、どうでもことわし、と答えた。これでいわしだ。では、次は、日用品ではどうでしょうか。まず、土瓶。土でこさえた瓶だから土瓶。鉄で作れば鉄瓶だ。茶碗は置くと、茶碗と動かないから茶碗だ。手強いな。じゃあ、夜間はやでできて、いないか隠居はだんまり。 八五郎はにまにま。答えてやろう。昔は、ノロと言いましたいや、これは、水沸かしと言った。それを言うなら、湯沸かしでしょ。水を沸かして、初めて湯になるのではないのか。はあ、それで、なぜ水沸かしが夜間になったんでこれには、物語がある川中島の合戦で、片方が用地をかけた。かけられた方は、不意をつかれて、大混乱。 ある若武者が自分の兜を被ろうと枕元を見たがなぜかない。あるのは水沸かしだけ。そこで湯を捨て、兜の代わりに被った。この若武者が強く敵のただ中に突っ込む。敵が一斉に矢を放つと、水沸かしに当たってカーンという音。矢が当たって、矢が当たって、カーン。だから、やかんか、その通りだ。でも、蓋が邪魔になりませんか ぼっちをくわえて、面の代わりだ。鶴るわ。あごへかけて、糸口の代わり。じゃあ、夜間の口。昔の合戦には、名乗りがあった。聞こえないと困るから、穴があった方が好都合だ。あれ、かぶったら、下を向きます。上を向かなきゃ聞こえない。その日は大雨。上を向いたら、雨が入ってきて、中耳炎になる。耳なら両方ありそうなもんだ。ない方は、枕をつけて、 寝る方だ現話では、海を越えて、韓国に流れ着いた夜間を見つけた現地の人が、これは日本のカブトではないかと考察する。うなぎの由来に関しては、別伝がある。また、夜間に関しては、戦が終わって、若武者が夜間を外すと、熱気で群れて頭髪がみんな抜けた。それ以来特等のことを夜間頭というようになったというのがつくこともある。ありがとうございます。